こんにちは。最近の Windows 10パソコンとスマートフォンね、簡単に連携ができるようです。今回はね、その Windows 10のパソコンとスマートフォンの連携についてお話をしたいと思います。はい、連携するためにはね、あらかじめ、スマートフォンに、アプリをインストールする必要があります。今回はね、Android 端末で行いますんで、この Google Play Store から、スマホ同期管理アプリ、Windows にリンク、ここをね、開いてインストールします。アドレスはね、この動画の説明欄に書いてますんで、説明欄から、リンクしてください。はい、インストールします。はい、しばらく、様子を見ます。はい、インストール完了です。これ、開くタップしても、まだ Windows とはリンクしていないんで、はい、まだ何も動かないですよね。ですんで、これからパソコン側の、設定を行いたいと思います。はい、スマートフォンと PC のリンクの完了って書いてますけどね、ちょっとパソコン側で、設定を確認したいと思います。はい、先にスマートフォン側の設定を行っておきましょう。スマホ同期管理アプリタップします。はい、そして、マイクロソフトアカウントでサインインとありますね。ここをタップします。はい、ここで、サインインを、行います。はい、ログインの、サインインの、メール、電話、またスカイプをね、入力します。はい、メールアドレスを入力しました。次へタップします。ここで、パスワードの入力がありますんで、パスワードを入力します。はい、パスワードを入力しました。サインインします。はい、次は、アプリのアクセス許可です。ということで、今度はね、スマートフォンじゃなくて、パソコンの方ですね。これ続けるタップしても、パソコン側が、反応していないといけないんで、ここは許可を押しておきますけれど、これで続けるってありますけれど、これも許可をするんですよね。で、このパソコンでスマホ同期アプリを設定って書いてますね。表示する。ここで、パソコンにサインインと書いてますね。そして、これ、スマホ同期アプリを起動って書いてますね。ああ、なるほど。はい、じゃあちょっとこれ、スマートフォンそのままにしてね、ちょっと、パソコンの設定を行ってみたいと思います。はい、ここでね、スマホ同期アプリっていうのがありますんで、これはマイクロソフトストアでございます。そこでスマホ同期のアプリをね、入手します。はい、この製品は、インストール済みですって書いてますね。これ起動とありますんで、ここから起動していいのかな？起動。何も反応がないけど、大丈夫かな？これは、アプリ、入ってるかどうかを確認しましょうか。アプリ展開、スマホ、同期アプリ、ありますね。これ起動します。これ反応しないですね。はい、すいません。一回パソコンを再起動しました。もう一回、スマホ同期アプリを、起動したいと思います。はい、起動しました。これで大丈夫かな？画面切り替わるかな？はい、切り替わりました。スマートフォンの、確認って切り替わりましたね。あ、スマートフォンでもなんか画面が出たので、これ許可する、スマートフォン側で、許可をタップします。で、これで完了です。が出たんで、完了をタップします。はい、これスマートフォン側で、許可。で、これでいいのかな？スマートフォンと PC はリンクされていますということで、あ、リンクできました。Xperia 5でも、できています。左側のメニューがあります。あ、こういうのが出てきた。通知とありますね。これ通知。通知を確実に同期しましょうとあるんで、これやってみましょうか。
通知を同期するには、スマートフォンのアクセス許可が必要となります。はい、スマートフォンの設定を開く。これ、スマートフォン側が、出ましたね。で、スマートフォン側で開くタップします。通知へのアクセス、スマホ同期アプリってあるんで、ここをオンにします。許可します。はい、これで OK ですね。許可できたと思います。なんか書いてあるかな？大丈夫かな？はい、これで OK じゃないかな？はい。そして、メッセージ。ここでテキストメッセージに送返信しますと書いてるけれど、これ SMS メッセージを見る。これ、見ることができるのかな？メッセージを同期するにはしばらくお待ちくださいと書いてるんで、はい、これ、できるんでしょうね。あと、写真。あ、これ、スマートフォンの写真。最近撮った写真。あ、これでできるんだったら、あ、便利な。はい、これ、スマートフォンで最近撮った写真でございます。で、通話。これ、通話ができるの？あ、でもこれ、通話。あ、できるね。PC から電話をかけたり、受けたりすることができますって書いてます。あ、面白い。これ、開始するをクリックする。どうなるのかな？PC の Bluetooth が無効になってます。Bluetooth 無効になってるの？有効になってるんだけれど、一応有効か押しましょうか。で、準備していますって出ますね。これ時間かかるのかな？セットアップを行っていますって、これ設定をクリックするのかな？はい。で、スマートフォン側、開くタップします。で、これで、許可します。押す。で、これも、許可しますっていうのいいのかな？あれ、許可。これでいいのかな？あ、デバイスをペアリングしますかと書いてるんで、これ、212088っていうペアリング。あ、これ、ペアリングありますね。これで、スマートフォンが、ペア設定します。パソコン側も、はいをクリックします。接続成功ということで、すごい。ここから、電話ができるんだ。アクセス許可の送信が必要ですってことか。あ、これクリックする。そうすると、はい、スマートフォン側で出ますんで、開くをタップする。で、これ許可する。はい。これで通話履歴を更新していますってこと。ああ、はい。出ました。通話履歴出ました。ここでお電話が、できるんですね。あ、これ便利、いいです。はい。もう一回戻ろう。通知。これも通知、さっき設定したんで、他は問題ないと思うんで、メッセージ。これも、メッセージを同期するにはしばらくお待ちくださいとありますね。スマートフォン側は特に何も出ないので、はい、いいと思います。これ写真がいいですね。あ、これ写真をクリックすると、あ、ここで、名前をつけて保存することができる。あ、これで、写真の管理も、楽になりますね。で、通話ができるということで、あ、これ便利、良いかと思います。はい、なんとかね、悪戦苦闘しながら、Windows 10のパソコンと、スマートフォンの連携ができました。これね、同じ Wi-Fi という環境の下で連携する必要があります。それと、僕ね、デスクトップパソコンを使っているんで、通話するためには、デスクトップパソコンに、Bluetooth のね、端子、USB 端子に差し込む Bluetooth の小さい子機が必要です。Amazon なんかでね、1000円台で売ってますんで、その Bluetooth をね、USB 端子に挿してやってください。ノートパソコンに関しては、Bluetooth がね、もうあらかじめ内蔵されてますので、特に問題はないかと思います。はい、これからね、パソコンの管理、特にね、写真関係ね、USB ケーブルつないでね、スマートフォンからパソコンに移動したり、あとファイルマネージャーを使ってね、ちんたらちんたらやっていたんですけれど、次からもね、楽に、ファイル管理、
写真管理ができるかと思います。電話ができるっていうのも、良いのかなと思いますね。ただ、電話代かかりますんでね、くれぐれも、長電話にはね、気をつけましょう。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。あとコメントもお待ちしてます。よろしくお願いします。やめよう、誹謗中傷。